第101回、インディー500優勝しました。本当に皆さんたくさんの応援ありがとうございました。1日経ってしまったんですけども、もうレース後はもう混乱というか、ものすごい分刻みのスケジュールで、夜の8時過ぎまでレースチェックを受けてからずっとこうメディアの仕事がありまして、その後もあのチームディナーの方に顔を出したり、いろんなバランスがあって、ビデオ撮影なかなかできなくて1日遅れになりました。今日も朝から、撮影が、ずっと続いてますが、本当にまあ嬉しい悲鳴ですね。まあ昨日はもう本当に疲れ切ってしまったんですけども、もうまだアドレナリンがこう出ていてポンプアップして、今はい、モチベーションを上げてやっている最中です。レースは2列目4番手から今までのベストグリッドでインディ500をスタートしたんですけども、まあ、本当に長いレース、1時17番手まで、落ちてしまう時もありましたが、本当にあのチームが素晴らしいバックアップをしてくれたのと、まあ、車がとにかくコンシスタントに働いてくれたので、まあ、トラフィックの中でも落ち着いて順位を一つずつ上げることができましたし、最後の30ラップはもう本当に激しいバトルで、もう誰が勝ってもおかしくないみたいな感じでした。ただ、まあ自分自身のそうですね、持っている、道具のスピードと、それからまあ自分の経験を信じてですね、トップを目指して戦いました。ラスト6周、3回チャンピオンになっているエレオ・カストロのネベス、彼を抜いて、彼は4回目のインディ500優勝を狙って、ペンスキーをドライブする最高のドライバーなんですが、その彼と、熱いバトルを繰り広げて、最後そうです、最終ラップの4コーナーを立ち上がった時に車がしっかり加速した時にはもう勝ちを確信して、チェッカーフラッグをくぐり抜けることができました。本当にアンドレッジオートスポーツの、クルー全員の力だと思ってます。チームメイトに、ちょっと不運があったりしたんですけども、それでも本当にこの2週間、3週間、僕ら全員で力を合わせて、勝ち取った勝利だと思うので、クルー全員に感謝したいですし、こんな素晴らしいリングまで、もらって、インディ500のウィナーとして今こうして立っていることがまだ夢のようで信じられないですけども、すぐに、デトロイトのレースが今週末ありますので、体調崩さないように気をつけて、また最高の走りをして頑張っていきたいと思います。皆さん本当にたくさんの応援ありがとうございました。